はい、ではここからはね、最後のコーナー、ふつおたショートでございまーす。一行にまとまる短いふつおた、なるべくたくさん読みましょう。シクラメンさんからです。3匹の小豚のレンガの家って絶対レンガ盗んできてるよね。そんなことはない。言いがかり。なんでそう思うの。親離れするみたいな話なんだからさ、レンガもらえるって。いや、余震場なんかどっかからレンガ引っ張ってきてるとしてもさ、文化祭の準備で段ボールがいるから近所のスーパー回るくらいのさ、ノリでしょ。いらない段ボールもらってこうくらいのノリであってくれ。やだよ、どんでん返しとして。狼の襲撃からみんなを守ったね、レンガの家が、実は盗品でできていたみたいなオチ。なんでそんな、ビターな終わり方させるんだよ。こいつひどいな。丸い角色さんからです。みんなでツバメになって、誰が一番面白いところに巣を作れるか競う。バカの大会。どこに巣作ったら面白いですかね、自分がツバメになったとして。もう、すでに、他のやつが作った巣の窓なりビタ付けも面白いと思いますね。全然、何の知り合いでもないツバメの巣のスペースいっぱいのに真横ビタ付けで、もちろん相手方の巣の鳥たちもえってなるし、なんならうちのひな鳥ですらちょっとえってなるだろうね。カニ光線さんから。ことわざクイズには、タイかトラで答えておけばいい。そんなことなくないか。そんなことなくないか。タイかトラで大体しのげますかね。正解っぽい雰囲気出ますかね。エビでタイを釣る。おー、ギリギリ。ひょうたんからトラ。身から出たタイ。猫にタイ。豚にトラ。何にもうまくいってないぞ。タイもトラもなくないだって。なんか一個くらいないのかな。何ぬタヌキの川山よ。トラ、おお、当たった、ギリギリ。あげあげさんから、ドラえもんを触った時の感触についてそろそろ決着をつけたい。ちなみに私は表面はもちっと柔らかいけど中に機械の硬さを感じる派です。ドラえもん感触論争ね。どっちかというと俺はカチカチ派です。丸いあの手はもちもちだと思います。吸い付くように思ったよりも硬いと思います。産毛は生えてません。布地加工はしてない。割とツルツルだと思う。青い部分はツルツル。白い部分、手足はもちもち。お腹もやや弾力ある。でも背中とかを、ドラえもん一丁頑張ろうぜ、パンって背中叩いた時は、硬い。ゴッみたいな音はする。なんかあんまりプニプニしてるイメージないんだよな。ひんやりしてるかどうか。ひんやりしてるかどうかと言われたら、俺は気持ちひんやりしててほしい。押し入れに入って寝てるドラえもんの後頭部がひんやりカチカチだったら面白いから。俺そっちかな。俺カチカチ派だな。続いて、サボテンシュさんから。スポンジボブのことを、スポンジボブ以外の呼び方で呼んでいるやつは怖い。あのキャラクターのことかな？作品名じゃなくて。先に出てくる主人公のあいつの名前のことをスポンジボブ以外で呼んでる。ボビーとか、なんかニックネームで呼んでるやつがいたら怖いね。ほら、スパイダーマンのことさ、ファンの人はスパイディーって言うじゃん。公式ニックネームみたいな。あれも俺あんま慣れてないんだよね。あいつはスパイダーマンだろ。みんな、親愛を込めてスパイディーって言うけど。まあ、スポンジボブスクエアパンツっていうね。スクエアパンツって呼び方してるのってさ、あれじゃ、エドのこと鋼のっていうような感じでしょ。だって花山香織のこと傷面って呼ぶようなさ、スポンジボブのグッズ買っちゃったよ、可愛いよねのことをスクエアパンツの買っちゃったよ、言わないよな。うちの親はちびまる子ちゃんのことちーちゃんって呼びますけど、未だに日本で一例だけだそうです。あれうちの実家の親だけだそうです。さくらももこさんのことちーちゃんって呼んでるのは。あとは古畑任三郎のことを古人って呼んでるのも日本で一例だけ、うちの実家だけらしいです。信じられない、未だに。まるちゃん古畑じゃないの、ちーちゃん古人だから。だからうちの親にスポンジボブ見せるのは怖いですね。続いて東海荘さんから。磯丸水産って前通り過ぎるとき必ず店内覗いちゃうよね。言われてみればそんな気がする。見ちゃう。何時に行っても、その時間帯の割に人が
いっぱいいるイメージだから、今日も入ってんなって確認するためについ中見ちゃうよね。今日の磯丸度はどうかなみたいな。続いてポヤさんから、脇こちょこちょしたらお兄ちゃんにやられまくってくるから聞かないっていう男の子いませんでした。いた気がするな。なんかね、くすぐり合戦みたいになって、なんでお前平気なんだよみたいな、おい全然じゃねえかよつって、お兄ちゃんにやられまくってるから聞かない。何の発表なのか知らないけどね。なんか具体的な記憶としてはないけど、いた気はする。で、あの頃はなんだよ、くすぐるいリアクションなしかよって文句言ってたけど、今にして思うと、なんだろう、なんか気まずいね。なんか不思議と気まずい、なんかね。あ、お兄さんよろしくみたいな。続いて9番さんから、人面犬の犬部分は小さい犬種であればあるほど怖い。まあ確かにそうですね。ミニチュアダックスフンドとかポメラニアンとか、あっち系のチワワとかの怖いね。あの妖怪ウォッチの人面犬もあれダックスフンドかい？ダックスフンドで猿犬さんだからめちゃくちゃ怖いよね。人面の部分は猿犬であればあるほど怖いっていうのはあるけど、そうだね、でかい犬だとさ、まあこんなもんかってなる。人面ドーベルマンとか人面セントバーナードとか、セントバーナードなんてほぼ人間ですからね、あれね。ほぼ人間ですから、まあ顔が人間みたいでもしょうがないよなって思うもんね。タッチのさ、みなみちゃんが飼ってる犬とかもさ、あれ顔ほぼ人間の顔してるじゃないですか。やっぱりあれくらいでかいと、もう誰も不気味がらないだろうね。名前パンチで鳴き声オンだとしても、あれくらいでかかったらもう納得するもん。だってあいつほぼ人間なんだもん、あいつは。続いて、おもらしさんからね、皆さんもこれ短い文章ですが、想像しながら聞いてください。上司とのロングシートの電車移動。どうするっていうね。混んでる電車じゃなくて、ガラッガラの電車で上司と二人電車移動。どう座るみたいなことでしょ。隣だとしたらどれくらい詰めるのとか、この場合の上座ってどこなのとか、どの座組で座ってどれくらい距離を空けるのか、向かいに座るのとか。たまにいるよね、スーツ着たね、ワイシャツビジネスマンがさ、なんか知らんけど向かい合わせに座ってさ、会話のキャッチボールずっとしてるみたいな。まあ、最近はあんまないけどさ、あれ意味わかんないから、やっぱり隣同士になってほしいですよ、我々他客からしたらね。長い椅子どうすればいいんだろうね。ガラガラになってんのに二人とも立っちゃったりしてね、あーでも座ってください、いやいいいいいいって、もう一駅二駅だしみたいな。気まずいのね。あれは違うよね。上司座らせて、その上司の向かいに釣り革つかまって立ってるって、カップルがやってるやつは違うよね。釣り革でブラーンってこう、前後にこう揺れながら。あれ今日さ、あれ、先になんか見積もり出すんだっけ？ちょっとわかんなくなっちゃった。ねえ、なんで覚えてないの？ごめん、なんか。昨日さ、なんかすげえ寝とふり見ちゃってて。カップルは一番不正解ね。これ誰かマナー講師的な人に聞いたら正解はあるのかな。気になりますね。今日ラストですね。これはね、皆さんでさあ考えようのコーナーでございます。ロロロさんからです。暗証番号は学生の頃押してたカップリング。これはもう俺ね、一点狙いで当てます。これ自信あります。絶対これ当てます。学生の頃押したカップリングの暗証番号6927無屈なです。リボーン1827非罰なも考えたけど、ほぼ 99% 無屈な6927。やっぱみんなリボーン行くよね。リボーン行くけど2769かもわかりませんけども、2769か6927か、ここだと思うな俺。ね、極寺の59もあるよって、なんでリボーンってこんな暗証番号向きなの。ちょっとコメント読みましょうかね。4213でしずい座。あ、3333で三ゾロってのもあるのか。わー、それいいな。でもちょっとセキュリティの観点からちょっと避けたいかな、三ゾロは。洒落てるけどね、3333で三ゾロ。いやー、俺これでちょっと自信あるよ。ね、今逆は当たりじゃないという風に言いますが。じゃあ馬券は2枚買います、じゃあ。6927と2769で。これ万馬券になってくれ。